どうもいらっしゃいませ、プーマです。2024開幕グランドオープン、はい、ということで今日の動画は2024シリーズ開幕グランドオープンが来ましたので、この動画やっていこうと思います。いや、とうとう来ましたね。この前最強決定戦あったばかりで、実はまだ実感があまりないんですけど、いろいろ更新来てね、まあ楽しみかなというところですね。で、今回はグランドオープンということで、いろいろたくさん更新が来てますよと。気になってるところピックアップしておきますと、まずはリアタイのリプレイ機能ですね。これ地味に嬉しいよね。配信者的にも撮影で使えそうだから、かなりありがたいかな。で、今年もオールドユニ来てまして、で、セーブはビジターユニが増えましたね。うん、これは即購入不可避というか儲かった。で、これは秘宝なんですけど、とうとう覚醒が来なくなりました。ぬるっと育成ストリート来てます。もうランダムボックスがどうのこうのって文句すら言えなくなってしまったよ。まあもうこれはね、調子くんの時間限なんで仕方ないんで、切り替えるとして、本命は選手追加です。今日はね、事前の予告通り、4人 S ランク追加が来てまして、殿崎さん、西川さん、平さん、水上さんの4人が登場しています。で、今日はね、ちょっと量が多いので、気になった部分だけ解説しておこうと思うんですけど、最初殿崎さんに関してはミートが B に乗ってかなり2倍が良くなりましたね。リーグ的には強化かなと思います。ただ裏捨てが残念なことにサブポジなくなったんですよね。セカンドが特殊 A なのは相変わらずなので、まあそこは救いなのかな。そして西川さんに関してはシリーズ2から総力プラス1のビアップ査定で、特殊能力にも変更入ってるんですけど、まあ今後に期待って感じですかね。そしてね、セーブ純正的には超楽しみだったのはこの投手2人です。平さん、水上さんです。で、まず平さんから解説しておきますと、スタミナが結構上がりましたね。これシリーズ2にはスタミナ A 乗る可能性もあるかもしれませんね。しっかりタイピンチも維持してるのはありがたい。吸収大幅に変更入りました。もう別人レベルで変わってる。びっくりした。むしろ今までが別人査定だったのかもしれないけど、まっすらツーシーム、そしてシンキングスプリットにスラーブカットと、かなりリアタイで使い勝手良すぎる吸収になりましたね。正直ね、最初水上さんが欲しかったんですけど、これはね、平さんもかなり欲しくなってきました。あと、ありがたいことに中継ぎ適正はなんとか残っています。シリーズ2消えるかもしれないんで、もしかすると二体持ち案件かもしれませんね。そして、今日の本命は水上さんですよ。事前に公開されていた通り、吸収にかなりの強化入っています。ナチュラルシュートに上ツーシーム、横ツーシームにフォーク、さらにスライダー、高速スライダーはこれまで通り維持で、Dカーブも今まで通りあるということで、リアタイでかなり強そうな吸収になりました。えぐい。しかも抑え適正あるっていうね、偉すぎる。しかも超タイピンチ維持です。さらにグランドボーラーまでついてんだよね。グランドボーラーベストピッチの時に打球が飛びづらくなるという、なんかね、いい感じの特能っぽいんで、これはね、かなり嬉しいというか超強化ですね。使いてえな、ありがたいで。ということで今日は福袋引いてね、まあ誰当たってもいいんですけど、できれば平さん、水上さん狙っていこうかななんて思っています。それでは早速コンペ行きましょう。さあ行くぞ。はい、そしたらね、早速ガチャ画面来たので、2024シリーズ一発目引いていこうと思います。ということで最初はね、球春到来プレゼントスカウトが来てますので、これから引いていこうかなっていう感じですね。ではでは、2024年一発目お願いします。あ、そういえばさっき話し損ねた気になった選手、まあ A ランク以下のね、選手の話をしておこうと思うんですけど、まずピッチャーがね、かなり大幅にセーブ強化入ってまして、まずはね、気になってたところで言うと、与座さんが地味に変化量は小さいものの二種進化になりましたと。で、さらに高橋光成さんがナックルカーブ持ちになってまして、で、まあ、超タイピンも維持してるんで、かなり強そうですね。あと、隅田さんがね、作中 A になって超グラウンドボーラーっぽいので、これはね、ちょっと使ってみたい。あと、豆田さん追加でツーシームがついててフォークっぽいですね。あとね、佐藤さんパーム追加されてました。これかなり楽しみですね。全然時間足んねえや。はい、ということで、10連目ですね。2024シリーズ、一発目の選手はこの人です。調子くんよろしく。やったさ。12球団的には、なんとやら。はい、じゃあ記念福袋の方引いていきましょうか。では、では10連目からいきます。よろしくお願いします。とりあえず S ランク確定だね。で、さっきの話の続きをしておきますと、佐藤さんパームの話までしたか。で、次はね、気になったところで言うと、アブレイユさんかな。ツーシーム持ちだったんですよね。結構、キノコさんっぽい雰囲気の球種だったんで、まあ、ちょっと使ってみたいかなというところ。あとはね、ピッチャーだと他には平井さんがね、なんか色々変わってた。なんか、基本的な方向は一緒なんだけど、なんか高速スライダーになってたりとか、ナチュラルシュートになったりとか、スプリットになってたりとかね、なんか微妙に変わってたんで、ちょっとこれはこれで使ってみたいかなっていうところですね。あと野手の話をしたいんだけど、多分これもう10連目いっちゃうんで、次の時に話しましょう。はい、ということで早速10連目ですね。まあ、ランダムなんですけど、西武の選手来たらね、4分の1なんでね、かなりありがたいかな。ということで調子くんよろしくお願いします。
藤岡さん。はい、20連目。そうそう。で、さっき話し損ねたことなんですけど、基本的に投手はかなり長強化食らってるかなという感じですね。トレセン査定なのか、ようやく現実査定が反映されたのか、微妙なラインで笑ってます。で、野手に関してはね、まずコルデロさんかな？パワー A いけそうな査定になってます。これは結構嬉しいね。ただね、なぜか中断道なんだよね。また外国人選手中断道なのかっていう。で、一方で気になってたアギラーさんなんですけど、謎に弱々査定食らってますねっていうのって出たらコールデロが来たと。ありがたい。まあ、A ランク来るに越したことはないね。そう、アギラー弱いんだよな。びっくりしたんだよな。なんか思ったより弱くてさ、もうちょい強くてもいいんじゃねえかなっていう。パワー A すらいかないからね。どうなんだあれ。地味に神引きやめてもろて。はい、じゃあ30連目。ここで S ランク確定です。よろしく。で、実はまだ、気になった選手の話終わってないんですけど、あと気になった選手でいくとね、住谷さん、佐藤さんがかなり気になってますね。で、何が気になったかっていうと、この二人ね、称号は必須なんですけど、全同値が可能になっております。住谷さんに関してはミートプラス2狙いかな。星2称号1点狙いで、全同値で、佐藤さんに関しては、星3称号で、全同値という感じなので、まあ、結構激アツ査定かなという感じですね。まあ、全体的にでも西武はね、投手中心にかなり強化をもらっていて、いいんじゃないかな。結構ちょっとね、早くいろいろゲットしたい選手がたくさんいて気になってますね。さあ、ということで30連目ですね。ここも S ランク確定です。ランダムだから誰来るかな。西武来てほしいな。よろしくお願いします。今年もしっかり横浜。はい、じゃあラスト40連目です。ここで自チーム確定。ということで、よろしくお願いします。いやー、ちょっとここは本当に神引きをしたいですね。おおおお、演出が来た。まあ、自チーム全員確定だから当たり前なんだけどさ。まあ、せっかくね、プロスピ2024っていう神ゲーらしき雰囲気が漂うものが発表されたわけですからね。まあ、すごく楽しみにしてるわけなんですけど、それはそれで。まあ、ここはね、気持ちよく。地引きをかまして、まあ、平さん、水上さんが欲しいかな、今。まあ、それかリーグ的には今、トツができるって意味だと、殿崎さんが欲しいんで、まあ、その縁が来てくれるとありがたいっていうところなんですけど、9連目までは S ランクは来ないと。はい。では、40連目です。ここで、運命が決まる。平さん、水上さんが欲しい。頼むぞ。長宿、マジで、一発目、よろしく。よっ長宿大好き。